はい、どうも、拓翔です、今回はですね、数年前に YouTube でアップしましたキャッチ&リリースという技の、練習方法について、ね、紹介したいと思います。はい、で、キャッチ&リリースは、まあ、こんな感じで、相手のボールを、バウンドさせずに、ね、ラケットの面でキャッチするように、打球します。バウンドしないようにふわっと、ね、キャッチするっていうのがポイントというか、まあ、そうしないとミスです、練習をすれば誰でもできます。はい、例えばボール突きで、はい、こんな感じでキャッチするっていう、まあ、練習方法もあるんですけれども、今日はですね、この卓球台を使った練習方法についてね、まあ、簡単な練習方法について紹介したいと思います。はい、サービスの要領でバックスピンをかけて自分のコートにバウンドさせます。このバウンドさせたボールをキャッチします。これです。キャッチ、バウンドさせたボールをキャッチ。はい、まあ、こんな感じです、ね、一人でも練習できます。なるべくボールのバウンドの頂点付近にラケットを差し出して、でボールのこの軌道に合わせてラケットを引くように、打球というか、ね、キャッチします。力を抜いて引くように、す、はい、力を抜いて引くように、す。はい、以上です。回転をかけるのが難しいという場合はですね、手でバウンドさせたボールをキャッチしてもいいと思います。はい、というわけでキャッチャーのリリースの練習方法でした。